はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトル方程式丸6をお送りします。で、これで6本目で、このタイトルはこれで終了です。で、次回から平面上の点のね、存在位置をやっていくんですけど、で、最後も前回同様問題演習2問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番なんですけど、ちょっとこれね、問題文をいじってます。あること、意図をしてね。で、何かっていうと、まず A と B の座標が決まってると。マイナス1の5と3の3ね。で、線分 AB の垂直二等分線の方程式を求めようと書きました。で、結局、求めるのは間違ってないんですけど、おそらくこのベクトルの勉強をしてるとこだったら、この部分に、一応書いておこうか。方程式を、ベクトルのね、内積を利用してって、多分これが入る、本当は。でも今回あえて抜いたのは、内積を利用した解き方をやります、今から。もちろんね、ベクトルの座標なんでそれを使ってやるんですけど、もし答えだけを書くテストの時にね、ちょっと卑怯なやり方を言いますけど、答えだけを書くので良ければ、本当はベクトルの内積を使わなくても解けます、これ。他の単元の知識を使ってね。っていうことを言いたくて、あえて抜きました。まあ、ここでね、説明しながら書こうと思ったので。で、まず、ベクトルの内積を使ったやり方を普通にやっていきます。で、結局、線分 AB があると。で、それの垂直二等分線。こうやってね。その方程式を出したい。で、今これすごい反射。ごめんね、ちょうど2個が出てきた。失礼します。これで反射しないかな。大丈夫だね。で、垂直二等分線なんで、方針としては、こうやって AB があるじゃん。で、ここの中点、まあ、垂直二等分線なんで、中点を通る、こういう垂線だよね。垂直二等分線っていうのは。で、この中点の部分を M にして、AB ベクトル。これね、AB ベクトルと MP ベクトル。まあ、P に今書いてないですけど、MP ベクトルが、垂直ですよ。つまり内積がゼロですよね。っていう方向で解いていきます。内積を使ってね。だから、まず、その中点じゃ M でやっていこうか。まずね、AB の中点を M と置きます。で、さっきも言ったように、AB ベクトルと、MP ベクトルの内積が0なんです。垂直になるからね。で、ここで、それぞれ AB ベクトルと、M がすげえ曲がっちゃった。MP ベクトルの成分をね、なのでって書きたい。で、AB ベクトルに関しては、A と B も出てるので、後ろから前を引くと、必ずね。だから、3からマイナス1を引けば4になるし、3から5を引けばマイナス2になると。で、MB ベクトルも P から M を引くんですけど、P は XY ね。で、X から中点 M。で、中点は、これ、あえて書かなくていいか。中点っていうのは、それぞれ足して2で割ります。座標はね。だから、足すと2。それを2で割るから1なんです。X 座標は。で、5と3足して8で2で割るから4。これが中点の座標ね、出し方。これは他の単元でも使うから必ず覚えておいてください。なので、P、XY からこれを引くので、X 引く1と Y 引く4と。ね、これが MP ベクトルになる。で、戻って内積が0になるから内積は左と左、右と右をかければいいから、かけると 4x-4 で右と右かけると -2y+8 それがイコール0になります。で、あとまとめると、で、まとめると 4x-2y で +4 です。これ全部2で割ることができるから2で割ってしまって
2x-y プラス2イコール0と、これで終了となります。で、いつも言うように、もし学校の先生が y イコールにしなさいっていうタイプの先生だったら、ここから直してください。 y イコールにね、だ直すと y イコール 2x プラス2かなになると思うんで、まあ、こんな風にやってみてください。で、ちょっとこう消してしまって、もう一個ね、次ナス角の、まあ、有名な問題ですね。今2つの直線が書いてある、今度ね式が書いてあって、この2つのナス角、まあね、こう作る角度ね、アルファを求めようと。ただしアルファは0度から90度とするというタイプの問題です。で、これも前回の丸5の動画ね、の時にもやったように、ここから方線ベクトルに話を切り替えて解いていきます。このまま勝負するんではなくてね。で、どうやっていくかって言った、あ、そうそう、これを言う前にあれだね、こっちのそのベクトルを使わないやり方をちょっとざっくりだけ説明するわ、忘れちゃった。どうやるかっていうと、これ普通に座標出てるから関数だと思って解くとできる。で、どうやるかっていうと、これ AB があるでしょ。で、2点を通る直線の出し方ってのはもう中学校でやってるのね。で、やり方が2つあるんですけど、まあ、シンプルな方でいけば、直線なんで y イコール ax プラス b で1次関数で置いて、マイナス1の5代入する、ここに xy に3の3代入する、で2個式ができるから連立解いて a と b を解きますみたいな。で、言ってしまえば a だけ解けばいいんだけど、本当はこっちだけが欲しい。だからそれで出さなくても、なんだっけ、変化の割合が x の増加量分の y の増加量なんで、例えばこれね、 a に関しては x の増加量、こっちからこっちを x 引くって決めれば 3-1 これね、で、こっちも3から5を引くとこうなります。で、こうだから傾きが -1/2 って分かります、この AB を通る直線の傾きね。で、さっき言ったの図形しちゃったんだけど、線分 AB と垂直二等分線って垂直でしょ、当然。で、垂直なんで求めたいこっちのね、垂直二等分線の傾きとこの傾きはかけたら -1 になります。これも関数の時にやったやつで、直線と直線、これが垂直になっている時、傾きと傾きをかけると -1 なんです。だからこっちの傾きを、まあ、x とかとしてみようか。だからこっちの傾きの -1/2 かける x が -1 になる。で、これ解くと -2 かけるだけなんで2ってわかるんだよね。つまりこっちの直線、求めたいですね、求めたい直線の傾きは2なんです。だから y イコール 2x プラス b、 あとここがわからない。で、そこどうするかっていうと、中点を通るじゃん、さっきやったようにね、中点を通るから、中点が1の4だったよね。なのでこいつがその中点1の4通るじゃん、こうやって通るから1と4を代入すると b で b イコール2って出る。つまりここ求めたい式はこれでしたよって。で、これ y をこっちに持ってくれば 2x-y プラス2イコール0だから、これと一致するよっていう。はい、これはですね、もうさっきも言ったように、答えだけ書くパターンだったら答えが出てしまえば丸はもらえるんです、途中がわからないから。けれど、もちろん途中をね、ベクトルの内積を利用してって書いてて、途中式があるんだったらこうじゃないと罰です、これ利用してないからねっていうやり方もあるよぐらいは、ちょっと頭の片隅に置いといてもらえるとラッキーが起こるかもしれないっていう話。まあ、結局ね、座標とかの話もしてるので関数に近いんだよね、もうやってることが非常に、っていう脱線話でした失礼しました。よし、話戻してね、2番いきましょう。で、さっきもちょっと話戻しますと、方線ベクトルに話を変えて勝負していきます。で、まあ、途中をちゃんと書くんだったら、まあ、ちょっとね、端折りながら書きますけど、こう2直線あるでしょ、の方線ベクトル、文字何にしようかな、 M と N にしとこうか。じゃあ
を M ベクトルと N ベクトルとすると、ね、その時にもやったように方線ベクトルはすぐ出せると。ここの係数を取ればいいからね、 XY の。だからこっちの方線ベクトルは1とマイナス2になる。こうやって、で N ベクトル、こっちは3とマイナス1。これがすぐ分かります。でこの2つの今からなす角を求めに行く。でね、のなす角を、じゃあ今度シータとか置いてみようか。シータとすると、で何を使うかっていうと、これはね少し懐かしい公式になりますけど、コサインシータイコール絶対値 M ベクトル、まあ M ベクトルの大きさだねと N ベクトルの大きさかけたもの分の M ベクトルと N ベクトルの内積です。これほんと最初の方にあった公式、内積はこれかけるこれかけるコサインシータだったんだよね。それの変形バージョンですこれ。でここに当てはめていきます、数字を全部わかるんで。でどうやるかっていうと、まずここ M ベクトルの大きさ、成分が分かってるので大きさっていうのは2乗して2乗して足してルートです。だから2乗して12乗して4足して5ルートつけるから、ここはルート5になります。でこっちも同じ、2乗して92乗して1足して10だからルート10なんです、大きさはね。で上は内積、成分分かってるから左と左右と右をかければいいから、3かけて2足すから5なんです。でこれ下が、2ルート5違うか、ルート50だから5ルート2か、ごめん5ルート2になるから、5と5約分できるんでルート2分の1となります。でつまりコサインシータがルート2分の1です。でこれシータは今ナス角の話をしているので、ナス角っていうのは必ず180度以内です。ナス角が360度、300度とかできないんでね。だからシータが度より、コサインがルート2分の1、ルート見ると45度か、315度にはならないよってことだね、となります。で結論から言えばこうなったんで、アルファも45度なんです。これ答え、こっからちゃんとこれね、ちゃんと書くと方線ベクトルのナス角とこの二直線のナス角は一致するので、アルファイコール45になるんですけど、ちょっとこう端折っていいですか。そう、他に説明使いたいんで、これね、アルファイコール45度となります。でどういうことかっていうと、今2つの直線のナス角を求めたいでしょ。でじゃあこれ適当ね、これ直線です。こっちだと思ってください。赤、左側だと思っといて。で、それの方線ベクトルって垂直だから、ちょっとフリーハンドで申し訳ないですけど、こうなるよね。ちょっと離れて、まあ、ギリ許して。まあ、そうなると。で、もう一個、こっち側の直線、青で書くと、どこにしようかな。まあ、これが青にしましょう。これがもう一個の直線だと思って。で、あの青の方線ベクトルもこれに90度だから、これが N ベクトルだと思ってください。もともとの直線を90度90度にしただけ、まあ90度回転したと思ってもらっても構わないですけど、したものなので、ナス角、まあここだね、今0度から90度なんで大きい方じゃなくてちっちゃい方、アルファ、ここね、ここと、まあどっちでもいいね、ここは必ず一致します。だって同じ回転しただけだから90度、つまり45度出ればあっちも45度なの。でもこれね、問題によってはシータこうやっても解いていった後にシータが120度になることもあります。それは計算したらこっち側が出てきちゃったの、例えばこうなって120度みたいな。でそしたらアルファは0から90に持っていかなきゃいけないんで、 180-120 をしてください。つまり状態としては120がここに来てこっちが出ちゃってるの今。
でもアルファは0から90で指定されてる、鋭角の方を求めなさいって言われてるから、じゃあ180から120引けばいいよねっていうふうに解いてもらえば OK です。今回はシータが45ね、鋭角の方が出たのでいいんですけど、それは問題によるのでちょっと違うんですが、解き方としてはこういう方線ベクトルに話を持っていって解くことでね、やることができますので、まあ、こんな感じでぜひねやってみてください。では今回は高校数学数 B のベクトル方程式丸6をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回から最初にもね言ったように平面上の点の存在位置ですね、でここも少しだけシリーズにして、それが平面ベクトルの最後になります。その後はね新しい章の空間ベクトルが始まるんですが、まあ平面ベクトルのラストとなりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。